よし、じゃあ次そっちだ。次はここ。あ、ほんとだ。あるわ。ということは、あ、待てよ。一応見とく。四つの石。これ壊れる。これ壊れるんだ。これ壊れる。あ、これ壊れるんだ。あれ？ここ全部壊れる？もしかして。違うな。下が壊れたから、下を一回取って、下のブロックが壊せるようになってるはず。いやー、目が回るよー。目が回るよー。ミトコンさん、ブランコで酔うぐらい三半規管弱いから。やめちくり。やめちくりよ。こうすると、あ、いいですね。と、なるほどね。そして、そして、ゲットしまして、多分ここを壊すと上のも押せるようになるんだな。そうでしょう。そうなんでしょう。知ってるんだから。おりゃー。やめて。プレイヤーの三半規管を攻撃しないで。ガチャ。よし、これで押せると。なるほどね。同じ色が対応してるってわけじゃなかったんだ。これでじゃあ6つ目か。何個あるんでしょうな。何個あるんだ。何個あるんだ。次こっち。次こっち。ここは？はい。まっすぐ進め、まっすぐ進め。立てふさがるものを壊して進め。まっすぐ。こっから、爆弾かな？ドン。お、あった。なるほどね。あった。よしよし。敵が出てこないのすごい楽ちんですな。星の断りを知り。やっぱ続いてるね、文章。そしてそして。そしてそしてそして。うわぁ。ガチャ。ここは、恥ずかしがり屋は姿を隠す。なるほど。ということは、しゅ、お、真上。真上。あ、すごい。いいタイミング。これきっとあれだな。姿を隠して、マリオさんが出てきたら消えるブロックだね。八つ目、まだありますか？上行こうじゃ。まだあるんかい。あるんかいな。ないね。ここで終わりか。わあ、なにこれ。マリオ、あれを見て。なんかいいな、こういうの。かっちょいい。これは一体何なのかしら？なんでしょうな。天文学的なあれ？周りなんもないかな。ドアとか。周りは何もない。何もない。これなんかはめるんじゃない？あれ？ポチ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 。ん？乗る？あれ？何か持ってこないとダメ？さあさあさあ、こっちにも建物があったのね。しかもまた同じような建物だし。なんかいる。この辺りは通路みたいね。マリオ、改めて言うけど自分一人だけで何もかもやろうとしちゃダメよ。もしも困ったことや気になるところがあったら仲間を使ってみていいわよ。はい。来ないで。誰？ここに来て新しいよ。いやー、通路ばっかり？すすすす、ぴょーん。よし。よし。
え、全部倒さないとダメとかあるかな。なるべく無駄な争いは避けたいよね。ちょい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 、あれ、何もいない、何もいない、何もいないです、何もいないな、あれあれあれ、え、ちょっと怖い怖い、この、あー、なんだ、メロンソーダくんがいるメロンソーダくんだ。え、セーブだ。何かあるんだ、ここ。なんだなんだ？今までの敵倒してこなくてよかったかな？あいつら何だったの？特に倒すわけでもなく。お。なんだお前たちは？誰？あれ？ゴンババさんだっけ？何やってんの？ここに誰か来るとは随分久しぶりのことだな。この神聖なる場所に土足で踏み込むとは届きない奴ら。ごめんね。こいつって前に倒したゴンババじゃないの？なんでこんなところにいるのよ。なんだと？お前らが俺様の可愛い可愛い妹。妹？あれ女の子だったっけ？どうりで最近あやつから手紙が来ないと思ったら、シスコンだ！シスコンがいる！ニカお前ら、俺様のはブンババだ。ブンババ？ゴンババ？どういうあれ？まずは妹の仇を取って、その後ゆっくりケツから食らってやろうぞ。シスコンのくせにホモだ。キャー、嫌だー。え、おお、ひょひょひょ、久しぶりの獲物だ。簡単には殺さぬ、楽しませてもらうぞ。ここに来てなんかバッテンダー以外の敵と戦うことになるとは思わなかったな。ブンババ、ひー、ポチーン。ブンババはどうやらゴンババのお兄さんみたい。兄弟だけやってそっくりだわ。それで HP は80で。80ね。あと毒の息も入ってくるわね。特にメガブレスって攻撃はかなり強力よ。力を貯めた後打ってくるから、その時は、ビビアンの外角で避けるといいわ。なるほど。じゃあビビアンちゃんにしてた方がいいんじゃないですかね。そういうことでもないのかな。じゃあ、ドリ、あ、エズ連続ジャンプしますか。どこ？ここ？ここでいいの？ここでいいんですか？80 って結構だよね。いやー、痛い痛い。え？めっちゃ効く。え？効くわ。連続続き応援キス。これ、やった方がいいかな。いや、攻撃しましょう。ただ、防御力があるからな。あ、あれ使おう、マリオさん。マリオさん、あれ使おう。これよ。これよ、これ。ててーん。どうよ。また毒のあれ。毒のあれ。よしよし。どうしようかな。スターポイントがさ、溜まってない。ハンマー使える？あ、そこら辺やるんだ。じゃあ、おーとーん。痛そう。足が痛そう。いやー、80って結構ですよね。言うて。あ、やばい。言うて結構ですよね。あー、クリスティーヌちゃん。ここらでクリスティーヌちゃん変えるか。待てよ。いやー、てとりあえずこうしといて。ここらでちょっと、でもな、まだいけるか。バレルさん。ビビアンちゃんにしとこう。うおー。ふっ、あー、くそ。これマリオさん本当に死にそう。あ、はい。いやー。ほい、ほい、ほい、あー、くそ。ひー。あ、なに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 。なんだなんだ。あ、なんかアイテム投げてくれた気がする。ひー。いや、これは？とりあえずこれやってみるか。画面に出るもの。これ初めてやるかも。あ、はぁ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 。お、炎になった。いいですね。ひゅひゅひゅ、少しは食べ応えがあるようだな。しからばこんなのはどうだ？何するん？お？あ、怖い。意味がわからない。あ、意味がわからない。
いやでも一気に17聞くやつなんてないだろうし。いやーしんどい、割としんどい、割としんどいよ。ここで当てる。1、2、3、4、5。うわーい、うわーい、やった魔法の本あんまり使わない方がいいのかな。もう火ついてるんだよな。うわ痛い。あーこれは回復した方が良さげ。これは回復しよう。アイテム、いやープニコー プニコー。ここウルトラキノコ使っていっか、2つあるし使いましょう。50回復で影隠れする。いやまだいい、まだいい、まだいいし、こんなこれ効かない気がするし。いやーでもビビアンちゃん基本的な攻撃力低いし難しいところですね。思ったよりもやりおるな。こんな奴らにデコずっていてはあの方に合わせる顔がない。あの方ならば俺様のとっておきの技を特別に見せてやろう。お、怖すぎ、怖すぎるよ。ちょっと待って、ビビアンちゃんの影隠れってさ、どういう技だっけ。画面に出るボタン順番に押せ。できるかな、ちょっと怖いな、やったことないな。とりあえずじゃあウルトラハンマーでもしときますか。ポーンってしといて、これ全然連続ジャンプの方がいいな。いけるか、いけるか、これでいいのか。よし、オッケー。怖え、メガブレス。これは怖い。なんぼ効くんだろう。どうだ、俺様の凄さが分かったか。節穴かよ。見えてないのかよ。今起こった出来事が見えてなかったのかよ。節穴ですか。お、兵法さんどうした。あ、ケツの穴が見える。わ、何が起こったんだろう。とりあえずこれの方が、これが一番通る。1、2、3、4、5。よし、よし、さっきはできなくてあんまり回復しても意味ない時にできるやつ、できるやつ。ラポイントの方が良かったな。てんてんてん、火つけとけ、つけとけ。てんてん、まだ大丈夫、まだ大丈夫だよ。全然焦ることなんてない、焦ることなんてないぞよ、ないぞよ、ないぞよ。ここを、ここを確実に決めて、ここも確実に攻撃与えて、あと8、あと8だよ、あと8。いけるよ、いけるよ、ここいけるよ、ここ一本集中うまい。その踏みつけ攻撃はもう見切った、もう見切ったんだよ。あ、次いけんじゃね、これこのターンで終わらせてやる。あ、いやー、ここ、ここ決めたい、ここ決めたい。よし、決めた、決めました。どうよ、そんな、まさかこの俺様が。グフー、ドテーン、やったー、倒したー、倒したーん。とさー、ひっくり返るほどの衝撃だったんですかね。お、こいつもまた何か飲み込んでる。ペッ、もう兄弟揃って何食べてんのよ。ガチャ、お、星の鍵だって。なるほどね、こっちに来てからじゃないとあっち行けなかったんだね。この尻尾乗れないの。ねえねえ、アトラクションとして使おうよアトラクションにしよう。なるほど、じゃあちょっと待って、一回セーブして、セーブしてさっきのところまで行きましょう。さあはめるよ。はい、お、お、なんかモヤモヤしてない手前。おー、わー、なるほどね、かっちょいいですな。
これに、わあ、どれにする？ビビアンちゃんどれにする？じゃあ上から2番目。おお。もうどれでもいいわよ。こんなんどれでもいいわよ。待てよ、いつ出てくるかわかんないから、トビスティーヌちゃん。いつ出てくるかわからないからね。よいしょー。よいしょー。うわぁ。で、ここにも、はめまして。ちょっと、はめて。はめるよ。ちょ。はいはい。はいはいはい。さあ、どうなる？どうなりますか？お。わー、すごい。これ欲しい。一家に一台欲しい。でも、こういうのあるよね。動き出した？お。何？ん？通路ですか？さっきの。ん？そういうこと。どん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 。あれれ？これも、もしやまだ続く？もうちょっとだけ続くんじゃ。一体何だったのかしら？動いてるこれ。リアルな音ですね。またあっち向かうのかよ。行ったり来たり行ったり来たり。こっちの通路が下に。あ、待っていたわ、サマリオ。ここで？お久しぶりです。あれ？フランクリ先生どうしてここに？扉を開けてくれて助かったよ、マリオ。お人よしのあんたのおかげで私の計画は今のところ順調さね。まさか？扉を開けてくれたって一体どういうことよ？ひひひ、まだ気づいていないようだね。さっき千年の扉を開けるときにあんたらが会ったフランクリーとかいうじいさんは、このシロスケが変装していたんだよ。なるほど。で、出たー。ランペルなんだけど。今頃本物のフランクリーは物置の中で夢でも見ているわさ。うわ、それなんかあったのかな、描写。見たかった。そこでちょっとフランクリー先生を殺さないところが、爪が甘いんですよな。あとはここであんたを始末すれば全て私の計画通りさね。覚悟はいいかい？今度こそお前を裏切り者をビビアンともどもやっつけてやるわさ。うわぁ。そうだ、やっつけてやるさ。口を合わせないとダメだよ。あ、I'm sorry。あんたたちなんかに負けないわ。こっちの方こそこれでおしまいさせてもらうわよ。さあ行くよ、マリリン、シロスケ。シロスケの方が合ってるよ。かわいいよ。いやぁ、どんどん敵出ますなぁ。いいかい、あんたたち。今度こそきっちりとマリをやっつけるんだよ。噛まないと許さないからね。うわぁ。オーケーオーケー。お前キャラ定まってないなぁ。瞑想してる。あれ？あ、そこ全員見たことあんのか。じゃあ別にいいです。別にいいですね、そしたら。そうだなぁ。あ、ちょっと待って。もう、危険マークが出ると、ついついね。一人ずつやった方がいいのかなぁ。ウルトラハンマーやろうじゃ。これはね、後ろのやつにも効くから。とりあえず一匹ずつ。あー、やべ。一匹ずつやるしかねえ。うわー、痛そう。痛い。うわー、そういうのがありましたな。あー、やめて、コール。うわー、これまずいのでは？ちょっとクリスチーヌちゃん、おとりにならないか。おとりというか。いやー、ここミスる。でー。後ろにも攻撃を与えつつ、まず、こいつ倒したいな。なに？お？あ、スキャンされとる。おー。何やってんだい、シロスケ。真面目にやってんのかい。そう、ソーリー。弱い。うわー、行って。あ、死ぬ。あ、死ぬ。行動回数が減ったぞ。あー、それはまずいですね。あ、ここで、ズバッとスター一回やっとく？いや、でも、どっちにしろクリスティーヌちゃんが死ぬ。クリスティーヌちゃんが死ぬ。
いやでもな、何をどうしてもクリスティーヌちゃんこのターンで死ぬのでは？だって銃でしょこれ。ウルトラキノコ使うのもったいない。緊急キノコ2つあるから、クリスティーヌちゃんクリスティーヌちゃんが死ぬ。マジで一撃コロリはね効かないと思うんだ。これやろう、ズバッとしとこう。うおー、ズバッとしとけー。うおー、うおりゃー、頑張れ頑張れ、うわー、頑張れ頑張れ。いやーでも15、これで15でしょ。うわー、なんかめっちゃスキャンされる。いやでもこればっかりはちょっと仕方ないか。クソマリオも今ましいたらあれしない、こんちくしょう。大丈夫かいマリリン。うーなー、あ、こっち来たこっち来た。あ、待てよ待てよ、どうにかこうにか、どうにかこうにか。あ、生きた生きた、クリスティーヌちゃん生きた、やったやった、生きたぞ。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、ビビアンちゃんにして、ビビアンちゃんにして、マリオさんはちょっと回復しようやった生きた、倒してもよかったけどね、ランペル。あー、お、スキャンしてる、やめなさい、やめて。これえ、めっちゃ怖い、これはやめなさいこれは、あ、ビビアンちゃんにしてこれ正解じゃないか。あいつめちゃくちゃ怖いんだけど。ここでポーンってするでしょ、でこいつは倒すでしょ。おーのー、よし1、2、3、4、5。あー、くそー、スター欲しかったね。でここで影隠れ、はいはいはい。あいつだって今攻撃力すごいよあいつすごいよ今。うわー、ちょっと待って、やめなさいそういう怖いことは。あ、大丈夫、やめて怖え怖え、やめて、うわー怖え、とっても怖いですね。あ、なになになに、何しようとしてる、やめなさい。16でしょ、でも16かここに来て意外ときつい。いやでもプラス2でも死なないでしょ。うん、まだいける、まだいける、まだいけるぞ、まだいくぞ、まだいくぞ。あいつ魔法の炎、炎で全て、これで一回後ろ倒しとくか。そうしよう。はーい。よしよし、オッケーオッケーオッケー。ウヒア、あとは任せたよ。脳になった。痛いけど、よし、耐えた。耐えました。オッケーオッケー。いや、もうハンマーでぶん殴っちゃえ。へーい。よし、オッケー。危ねー。緊急キノコ使いたくなかったから助かった。あ、そしてレベルアップじゃない？よし、やった。もういいよ、もう体力上げよう、もう強がんないで体力上げようよし、 OK。 はぁ、このままではあの方が寄付、うわぁ、ぐふぅ、ピヨピヨしてる、ピヨピヨうるせえなセーブ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 させて。つか、ビビアンちゃんは何の考えもないんですかね、この姉妹を倒したことによる何かないんですかごめんねとか、なんか私はマリオさんが好きだからみたいな、そういう言葉何か一言ぐらいかけてってもいいんじゃない、ビビアンちゃん。ぎゅー、うわー、ぐふー、ごめんなさいお姉様。あ、あったわありましたわ、よかったね。一応ごめんなさいとは思っているのね。ここ変な敵いなかったっけ、さっき。この後ろのからすごいな、あいつ。なんかやだな、こいつ何なの。
なんかアイテム取りたい。あー、倒すか。あー、こいつら意外と強いな。ちょっと待って、もう一回回復してこよう。へえ、これなんだ。あー、ちょっと、どう。お、いいですね。もうなんかアイテムいっぱい欲しいわ。ここってどうやって入るんだ。まだ入れないとこかな。来ないで。よし。ここペラペラしそう。ちょ、来ないで来ないで。ここペラいよ。お、あ、これで足止めできたんだ。へえ。初めて知った。で、あ、ここは、ここは、サントリーくんの、よいしょー。よし、オッケー。みんな使うんだね、ここに来て。お、なにここ。あ、うわー、なんかかっこいい、ここ。押していいのかな？あー、そういうことか。刺した。どうせこれすぐ取れるんでしょう。取れるって。あー、そうね。よいしょー。よいしょー。どうぞ。ほい。はい。よし。オッケーオッケー。で、ここは何もいない。これ何？敵をケール。あ、いいですね。いいですね。で、これは、ここ開けて大丈夫か？あー、なるほど。黄色が、下？だっけ？よく見てなかったわ。緑が上にあったっけ？違うな。違うな。あ、黄色が上がって緑が下がればいいのかな？黄色が、あ、もうこっちと怖い。黄色が上がって緑が下がればいいのかな？これでいいのかな？これで、いやー、こういうことですか？じゃあ。と、よし、解いた。危ない危ない。あー、なるほど。え、こっちはまだか？こっちはまだっぽい。あれ？他に行けるところ。よいしょー。でもここの上行けないよな。おや？黄色が、黄色が、ここ、下に何かないかな？下に何かないっすか？ここ。ないか。あれ？だって黄色あれ？こう行って、ここなんだ？実は何かあるとか？ここ何か欲しいですよね。なんもないし。いや、まさかそんな。この下なんだ？あ、何かあったわ。何かありましたわ。ジャバレルさん、それよろしく。こうやって上がって、あそこにもでもなんかあるな。ということは、難しい。ここに来てちょっと怖い。ほい。で、これしかないから、これを上げて、うおりゃーと、よし。何これ？そして何これ？行くぞー！うりゃーとー！よし！これでいいんだよな、多分。下に何かあんのかな？いや、行こう。行こう。え、あ、上になんかあるわ。ちょ。しょ、あー、どこだ、あれ。この辺か？どう？あれ？あれ、どの辺にある？あれ？掴めるよ。あれ？掴めない？もしや。もしや？もしや掴めない。あ、掴めた。よしよし。オッケーオッケー。で？ちょ、下何かあるよね、サントリー君。そのリアクションは下に何かあるよね。よいしょ、よいしょ。え、ここ大丈夫かな？どう？あー、トゲがあったのね。向こう側何かありそうだけど。まあ、行くか。またこんな感じか。あー、変なのいるし。ちょっと長くないですか？また。これまた長いのね。とりあえず押す。なるほどね。いやー。よいしょ。じゃあ、バレルさん、ここは。行ってこい。よいしょ。うわーし。びっくり。よし。わ、デカデカドリンク。これいらないや。さっきなんかもらったけど。これ覚えた方がいいのかな？あ、
男女男男女男女で覚えよう。男女男男女男女、ふうふう、懐かしい。男女男男女男女、セーブ。よーし、完璧だ。で、何これ。あ、これはなんだ。うん、これどうすればいい。うん、これはよ、あー、なんかある、なんかある。なるほどね。よし、どうしていいのかな。男女男男女男女、ふうふう。これサクサクですね。サクサクパンダですね。なんかありますね。うわあ、ちょ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 、ふっふっ。お、緊急キノコだー。うーん、これいらない。物珍しくて持ってたけど、プニコの卵だけは絶対に捨てないんだから。あ、ちょ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 、何これ。よいしょよいしょよいしょ。あ、ここで、ここで来たか。うわー、変なのいる。倒すしかないか。あいつ強いんだよな、地味に。あれ、先制攻撃しろよな。一体だけですか。一体だけだね。いくよ。男女男男女男女、ててーん、ピカー。これで向こうの歯車が回るとか回んないとか、そういう感じかな。歯車というか、なんていうのあれ。何か観覧車がさ、ほら回ってる観覧車だー。わーいわーい、待ってよ。でん、あ、緊急キノコですか。乗れ、乗れ、うわー、緊急キノコ。うーん。うーん。プニコー。プニコー。プニコの卵は、プニコの卵だけは、絶対に捨てない。セーブしとこう。何があっても、何があろうとも、プニコの卵だけは、絶対に捨てないんだ。はあ。はあ。てか、まだですか？長くないですか？ちょっと。もういるんじゃない？お邪魔しまーす。ねえ。あ？ここは、これペラってできそう。これペラいぞ、さては。ペラーン。うら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 、ドガーン。お。ドーン。ぽよーん。長いよ、長いよ。コインかよ。なんかありそう、ここ。出たー！いらねー。いらねーよ。で、なにこれ。普通にいける？え？何のための細い道？イライラさせるための？てん、てん、てん。落ちたらどこ、これ。何のための？何のための細い道だったんだ。うえぇ、初見殺し。おらおらおら。よし、ちょっと咳が出た。で、ここでよかったのかな。あー、初見殺しにびっくりして思わずむせちゃったよ。うわー、しょい。もう、ワンワンびっくりする。毎度毎度。上になんかある。うん。ここもかよー。
あれ？でも一体どうやって一体どうやって、こうダッシュ、まさかのここでダッシュですか。行くぞー、ふんふん、うおー、うおりゃー、そしてとう、うえー、よっしゃーなるほどな。鍵使うところなんてありましたっけ。向こう側かな、鍵使うところなんてありましたっけ。落ちていいかな。と、緊急キノコが見えた。なんかいろいろあるし。なんもないんですけど。帰れない。帰れないよ。このスペース何？帰れない。帰れないよ。ちょっと。そういうことね。いやー、ちょっとおどきなすって。よいしょー。電球キノコでもさすがにもういらねえな。いっぱい、今4つぐらいあるんじゃない？いっぱいあるからよいしょー。鍵ですか？お、乗った。よしよし、オッケー。わ、意味ありげなところ出たよ。クリスティーヌちゃんにする。意味ありげなところはクリスティーヌちゃん。うわ、なんかいいな、この雰囲気すごい好き。へえ、あっボスだー、これボスだー、ボス来たー絶対ボス、もうこれはボス。もう、ボスかな、ボスかなって言ってきたけど、これはボス。ああ、開けます。ガチャ！